ございます、おはようございます。寒い、コンビニで買いました。現在8時。うわ、なんかいつもより工事してる。あ、全然空いてる、全然空いてる。朝8時半、寒い。10時半会場だけど7時とかに来ていい気がする。レッドブルチケットもらいました。10時半まで中で待てる。8時半、朝8時半、まだ空いてませんけど中には入れてもらいました。めっちゃ知っとる。現在まだ9時半ですけど、クロークのやつを買いました。1000円。リストバンドはビルメニー前来てます。まだ全然空いてる。9時半だからまだ全然空いてます。何買おうかな。 T シャツ、タオル。早起きは3問の得やな。雲一つない青空。おねむスペースです。昔ここで4時間ほど寝たことあります。今日はストロアリーナやってません。画商いいね。寒い、人が少ない。幕張メッセ自体がなんかちょっと改装中な感じだね。どういうこと、ここでまた並ぶの。欅ファン多いよね。ダッシュしたってこと。本当だ、せっかくだし描く。まだ全然綺麗、初日だから。あ、なるほどね。はい、描きました、描きました、落書き。え、もうご飯が全然食べれるよ。食べよう、ご飯。光る床、ネズミだ。神社があります。金が神社。プレミアムハム焼きとハム焼きです。何が違うのかなと思って買ったら長さが違います。ステーキカレーとビールです。いいよ、食べて。どうぞ。スプーンも、スプーンも1個持ってくれよ。地球を目立たせるため。あ、でもまだ全然じゃん。え、まだ全然じゃん。いや、でも結構いるわ。これはダメだ。ネギダレの唐揚げと混ぜそば、いただきます。そんなものに負けてたまるかと、今宿命ってやつを燃やして、美しくなくていい、生きがいってやつが光輝くから、切らないバッテリー、魂の限り宿命ってやつを燃やして暴れ出すだけなんだ。近くで見たくて前の方に来ました。すごい人が多いけど、すごいレーザー、すごいレーザー。レッドブル買いました。まあ、あのチケットでもらったやつ。皆さんを守り、
フェスティバルを守るためのルールで。山盛りポテトと牛串です。山盛りポテトと牛串です。牛串が650円。だいぶ前の方です。たまたまだいぶ前の方来ました。ないかな、ないよな。正月に打ち上げ花火はないよな。映えスポット。エマー、エマーだ。いいね、これ。